さて、前回は古皇后と孫皇后、先徳帝の二人の皇后について解説したんだったわね。この時代の離婚騒動、熱愛発覚スキャンダルだよね。ワイドショーかよ。少なくとも先徳帝と孫皇后の熱愛は後から発覚はしてなかったろうに。古皇后の廃校と孫皇后の立校は先徳3年のことね。あ、そうなんだ。即位して3年か。結構最初の方なんだね。そういえばさ、大明皇妃の場合は先徳帝は、叔父の始皇帝を処刑しちゃった後、無気力、鬱状態になってさっさと亡くなってなかった？史実では先徳帝は後期帝みたいにすぐ亡くなるわけじゃないわよ。この後は三葉、加元吉、長保などの内閣の面々と共に平和な世の中を治めているわね。では、今回は先徳帝の治世について、見ていきましょうか。おお、どのドラマ見てても具体的に出てこなかったから、実際はどういう皇帝だったのか気になるわー。先徳帝は、父、仁宗後期帝に倣って民の給料政策に努めている。農民に優しい政治ってわけね。先徳5年には無駄な出費を抑えるため、工部は木材の採取を中止した。災害に遭った人々の災難や怪我を救い、馬の教室や借金を許すなど、官僚で慈悲深い勅令を次々と発した。いい皇帝じゃん。先徳帝は倉庫を修理し、干ばつに備えるために公費を支出し、役人を派遣して稲子を退治させた。この際、先徳帝は、例年、稲子を取る指針は稲子に劣らず農民に害を与えているので、こぶはこの悪事を自覚せよ。と指示し、稲子取りの歌まで読んでいる。災害に乗じる管理の横暴を知っていて、それとなく成中したわけだ。先徳帝は、工部の時代からの開墾を続け、農業生産を発展させた。先徳7年には、令部に関電の基礎は重すぎるので、10のうち3を減ずるべしとの勅令を発した。さらに、家臣と古州を襲った水害の際、民衆を救済し、被災地の多くで税を減免した。全体的に、民力休養に努めたということだな。元末以来、中国全土が戦乱都市と移転などの大規模事業に苦しめられてきたのだから、ここらで休ませておかねばならんというのは当然だ。現代日本の政治家にも見習ってほしいもんだな。愚痴ですか大帝。大学教授ならそれなりに稼いでるんじゃないの？稼げども稼げども、我が実収入高くならざり。税金が高いんじゃい。今や五公五民も言い過ぎじゃないぞ。それはともかく先徳帝は農民が国家の基礎であることをよく知っていた。在位中、民衆の気持ちに寄り添い、民衆と共に給料政策を進めていったのよ。農民に優しい政治だわね。朱元璋が望んだ主家の教育が生きてるわね。そうかー。先徳以前の騒乱の火種は、ほとんど朱元璋が撒いたものだったと思うが。朱元璋は管理や文官に対して過酷だったけど、先徳帝はそんなことはないんですよ。これまで見たように政治は内閣に諮って行っているし、永楽帝とは異なって官官の言うことも受け入れている。大規模な制度改革が行われ、民の管理が置かれた状況は大きく改善された。以前より率直な批判がなされるようになったのよ。おうおう。一方で、職務を怠り権力を乱用する役人には厳しい態度で臨んだ。降格、投獄、追放したけど、死刑にはしなかった。先徳帝は大臣たちに向かって言った。官と党の諸君のうち、文帝と大僧は官官を受け入れることができた。文帝はいくつかの刑罰を廃止し、大僧は上官の地に至り、いずれも良い効果があった。前官、文帝の肉刑廃止は有名だな。入れ墨、鼻そぎ、足切りといった、肉体を損壊する刑罰の多くを廃止したんだ。どれも痛々しいけど、鼻そぎって特に。顔面の真ん中にあるものだからな。中国に限らず、特に女性の不貞に対して処されることの多い刑罰だぞ。ひぃー、ひどすぎる。それを廃止した文帝を、先徳帝は模範の一つにしてたってことね。文帝の治世も、次の慶帝の代と合わせて、文慶の治と称賛されています。
四国の乱が平定された後は、大きな外患、内患に悩まされることも、熾烈な闘争や政策争いもなかった。政治は明るく風通しのいいものになり、国民は平和と幸福を享受し、経済はかつてないほど発展したのよ。豊かな時代になったんだねー。宣徳帝はしばしば大臣たちと禁煙を遊覧した。ある時には、県議、加減吉、良識、良栄など18人の大臣を召集し、万歳三会でかけてる。党の大僧と18人の大臣が一緒に楽しんだという話を真似て、大臣たちと親交を深めようと思ったのね。大臣が馬に乗り、二人の従者を連れてくることも許可された。途中まで馬に乗り、徒歩で橋を渡り、観覧の案内で万歳山の頂上に行き、北京の景色を一望した。その後、大臣らを船に乗せ、退役地を船で流した。船上には茶と十数種類の珍味を並べられ、観覧が船を漕ぎ、帝臣たちは歌を歌った。ほどなくして、新しく建てられた蓬莱の宮殿のような塩田に到着した。皇帝は良識と良栄を呼び、党の議長の艦隊操縦士を引きながら休暇を満喫するように命じた。ここでも党大操が引き合いに出されるんだな。宣徳帝ってば、真面目。でも、進化を思ってのことではあるよね。こうして優雅な共演が開かれた。皇帝が水鳥を弓で撃ち、観覧が料理し、バーベキューにして大臣たちに分け与えるという一幕もあった。最後にはみんな酔っ払って大満足で帰宅した。え、それだけ？それだけよ。おお、全く気を見なかった。パワハラ飲み会でもないし。主現象の飲み会と大違い。そんなにいつもいつも飲み会で血が流れてたまるかい。しかし、確かにいい雰囲気なんだな。明朝における温泉会といったところか。官僚たちが理不尽な理由で投獄処刑されてた。工部帝や永楽帝の暗い時代と随分空気が違いますよー。一方で、宣徳帝はモンゴル新政にも出かけている。ウリアン家族が海州を侵略した時、精鋭三千騎を率いてウリアン家軍を撃破している。宣徳帝は自ら前衛を撃って敵三人を射倒し、両翼の軍と共闘してウリアン家を撃破した。おお、かっけえ。ほんと、文武両道なんだね。その後も何度か、宣徳帝は北方の国境をパトロールしているわね。宣徳帝は即位後、歴代皇帝の成功と失敗を繰り返し分析し、大臣たちと議論し、それを鏡として。天下太平といえども、軍事を忘れてはならない。安といえども気を忘れるなかれ。と繰り返し、帝臣や国境警備に戒めを与えている。そして御政帝君という省局の中で国防に関する自らの考えや思想を表明している。安にあり敵を思うことこそ、国を保つ道である。いにしえより政帝や名王が天下を御すれば、乱は収まり侵略は防がれ。内を休んじ、外を払うことができる。久しく安らかなるをなす計りごととは、必ず武器を厳にし、軍勢を明らかにすることにある。やはり永楽帝譲りの面も持ち合わせているんだのう。でももっともなこと言ってますよ。永楽帝が自分の三奪の悪評をごまかすために外へ目を向けさせようとしたのとは違う気がする。そうね。宣徳帝は無駄な軍拡や遠征をしたわけではなかった。宣徳帝は国を守るために軍を強化することの重要性を説く一方で、理由なき挙兵や武力の乱用に反対していた。彼に言わせると、漢の武帝は自分の功績のために天下を疲弊させ、党の大僧もその英武を頼んで遠征ばかりに励んだ、と批判的なのよね。宣徳帝の考えでは、兵を極めて武を欲しいままにするは、また帝王正徳のことにあらず。ということだった。ああ、党の大僧って朝鮮侵攻で負けて、すごい兵力を浪費してて。そこら辺、容態と変わらなかったよね。そのことを言ってるのかな。そうね。さらに、宣徳帝は兵士たちにも優しかった。彼はモンゴルの侵略を防ぎ民衆を守るために、軍隊の強化を重要視した。そのためには兵隊を訓練に放あり、闘魚に放ありと扱うべきだ、という結果にたどり着いたのよ。放あり、放あり。って、どういうこと？
軍隊の統率については法律があり規律があるべきだ、というのはわかるだろう？訓練についても法案や法約があるべきだ、ってことだ。へえ、それは普通のことに思えるけど？現代ではそうだな。しかし特に宋代以降、中国社会での兵士の地位は極めて低く置かれてきた。良い鉄は釘にしない、良い男は兵士にならない、ということわざが有名だ。軍事力を強化するためにまずは彼らを合理的に扱おう。恣意的に扱うことは禁じよう、という当然のことを、改めて命じねばならなかったのかもしれんな。そうです。宣徳帝の時代までに、将校が兵士を拷問し、軍営の畑を侵犯し、結果として苦境に陥った兵士が逃亡を余儀なくされるという現象まで多く見られるようになっていた。このことは民軍の戦闘力に深刻な影響を与え、弱体化させていた。これを問題視した宣徳帝は、兵士を私的に隷属させたり、屯所を占拠したり、給与や糧食を横領するなどの指揮官の専横を禁じた。勅令に違反した者は弾劾され、有罪となれば逮捕、処罰されるという勅令を繰り返し発布した。おお、兵士にも優しい。っていうか、将軍たちの横暴を引き締めにかかったんだね。民の将兵って世襲だし、軍閥支持者の多かった思考区だったら思いつかなそう。宣徳帝って読書家みたいだけど、実際に何度も永楽帝に付き合って従軍もしてたから、兵士たちの逼迫した状況を実際に知っていたんだろうね。そうね。一方で宣徳帝は優れた将軍を求めて、臣下やその子弟に軍事を学ばせ、資質を高めるよう促した。武官の子弟で軍役に就く者は厩場の試験を課した。すでに軍職にある者でも一次試験で落ちれば再訓練となり、二次試験で落ちれば処罰された。国家が無事であるためには、まさにすべからく兵を訓示賞を練るべし。というのが宣徳帝の考えだったようね。明朝もすでに五代目皇帝の治世だ。将軍連中の再訓練と淘汰が必要な時期に来ていたのだろうな。貴族出身の指揮官があれこれ失敗しちゃう話をこれまでにもよく聞いてきたから、きっとそうなんでしょうね。宣徳帝自身も精鋭だけ連れてよく新政に出かけてるし。この辺も永楽帝譲りよね。でもさ、それって将棋やチェスで言えば王様が先頭に立って動き回ってるってことだよね。危なくないの？捕まったら終わっちゃうじゃん。もちろん危ないわよ。だから次の皇帝の時代に危機に陥るのよね。あ、そうか。さらに宣徳帝は宦官にも優しかった。え？宣徳帝は宦官大好きだったのよ。これまた永楽帝と同じだな。マジで？宣徳帝は文官を重んじてたから宦官は遠ざけたのかと思ったけど、違うんだ。統治者は毎日毎日奏上された文書を読まなければならないんだけど、それはやっぱり効率が悪いわよね。朱元璋が宰相を廃止したため、皇帝は全てを自分でやらなければならなかったのよ。うわぁ。後部、永楽の独裁政治の付けが未だに残ってるのか。まあ、こういうワンマン皇帝の弊害は明代に限った話じゃなくて、エネルギッシュで仕事熱心な人物が即位した時にはままあることだろう。秦の雍正帝については本チャンネルの初回で取り上げた通りだし、始皇帝も毎日毎日、一定の重さの文書を片付けない限り寝ようとしなかったというぞ。宣徳帝は臣下の権限も拡大させてきているはずだが、それでも間に合わなかったのだな。はい。そこで宣徳帝は宦官に学問をさせ、自分の仕事を手伝わせるようになった。宦官には学問をする権利が与えられた。できる宦官の養成を強化するため、宦官専用の教育機関である内書道が正式に設立されている。正式に、っていうのはどういうこと？宦官が勢力を拡大してるのは前からなのに、今までそういうのがなかったんだ？初代皇帝の朱元璋が宦官の政治介入を禁じたことは、以前言ったわね。うん、朱元璋が宦官嫌いだったのは知ってる。その割には捕虜の少年を去勢したり、朝鮮に宦官を要求したりして。嫌いならまず宦官作るなよって思ったけど。朱元璋の下で宦官たちは印象や書物を管理する仕事に就いた。その仕事を円滑にこなすため、宦官たちには小学生程度の言葉がかろうじて教えられるに過ぎなかった。建文帝も祖父の宦官教育政策を維持し、政治的、
経済的地位を厳しく制限した。読み書きや政治への介入を禁じ、違反者には重い罰則を課した。そのため、宦官たちは建文帝を骨の髄まで憎み、やがて指定の側につくことになるのよ。そして西南の駅の後、永楽帝の時代になると、宦官の地位は急上昇した。帝和とか石破とか、かっこいい宦官が活躍したもんな。永楽帝はおよそ宦官しか信じてなかった様子だったな。大祖の威君に背くことだったけれど、永楽帝の時代には宦官に読書を教えることが許されていたのよ。そういえば帝和も学があったよね。お経を出版してたんだっけ。つまり、永楽帝の時代に原型はあったんだけど、内書道として学校が正式に設立されたのが宣徳帝の時代なのよね。そうなのかー。永楽帝が原型を作ってたんだね。皇帝は大学者の陳山に宦官を教えるように命じ、10歳前後の若い宦官200から300人が選ばれて道内で学んだ。文房具と教科書として四書五経が与えられた。一般の官僚を目指す学生が学んだ国士官や大学と同様、宦官学校にもちゃんとした教授陣がいて、休暇や期末試験があったらしいというから。宦官学校を舞台にした学園ドラマも可能ですね。誰が見たがるんだそんなもの。しかし、これは他の時代だったら一般官僚からの反発が凄まじかったろうな。彼らにとっての聖典である四書五経を、彼らの蔑む宦官たちに公式に学ばせるとは。でもまあ、宦官も勉強させた方がいいよね。本くらい読んでもいいじゃん。植民地状態の外国から連れてこられたまだ年派も行かない少年なんでしょ。文字を学ぶ学校くらいあってもいいと思うわ。一旦多数の宦官を採用してしまった以上はそれも妥当と言えるが、そもそもここまで引き入れてしまったことが問題だろうに。この内書道が設置されて以来、文学や書道に通じたエリート宦官が誕生することになった。宣徳帝は宦官を制度的に支援するだけでなく、政務にも参画させたのよ。ほら見ろ、言わんこっちゃない。はぁ、それはどうなの？それって官吏たちとうまくやっていけるの？宣徳帝の支援により、宦官は内閣に対抗する重要な存在として急速に台頭していった。宣徳帝は宦官を隣国にも使節として派遣したが、その横暴に各国の王たちも怒った。宦官が行く先々で民衆から収奪を行ったため、彼らの不満が高まったのよ。ああ、それ、永楽帝の時もあったわね。改善されないのか。こんなことまでじいちゃんの真似しなくてもよかろうにな。もちろん、官吏とのいさかいも絶えなかった。宦官は百官を虐げていると憎まれ、官吏が宦官を殴打する事件も発生した。宦官の有名が宦官の汚職、賄賂を調査するために地方に派遣された際、県上の陳明が宦官が来たと聞いて、理由も聞かずに殴ったという。いや、それは官吏の方がひどくね。調査のために来たのに。東大後半期を思い出せ。時代を問わず宦官は皇帝権力の手足であり影だ。その行動が拡大されるとき、ヘイトを集めてしまうのはむしろ想定内のことだろう。そういえば、ドラマ小食には宣徳帝に仕える宦官が二人出てきたよね。延期と陳舟。同じ宦官でありながらたどり着く結末がすごく対照的なのよね。ほう。延期は最初ただのお調子者の宦官だったんですが、徐々に権力を持つようになり、食料調達の予算を中抜きしたりヒロインの悪口を吹き込んだりするようになるんですよ。いかにも宦官らしい悪用を積んでいくんだな。私利私欲のために宣徳帝すら裏切り、四皇区の側について悲惨な最後を遂げます。もう一人の陳舟は終わりまで忠義を貫き、最後は女官から告白までされてます。宦官の恋愛は悲恋に終わるのがあるあるなんですけど、宦官の恋が実ったレアケースです。告白してきた女官の方天然はそんなに目立つキャラじゃないんですが、最終的にヒロインやその友達を差し置いて小食局のキャリアウーマンになってるわ、彼氏ゲットしてるわで。なんか複雑だけど、幸せそうでよかったよね。この二人のうち、陳舟は実在の宦官ね。そうなの？陳舟は英国公、張保がベトナムから連れてきて入宮させた宦官だった。張保ってベトナムのアッキと呼ばれた将軍だよね。きっと帝和と同じような状況で連れてこられたのね。
まあ、そういうことになるわね。彼は皇太孫主戦記に仕え、御用艦隊艦になり、王金という名前を与えられた。四国の乱で軍事に参与して巨万の商用賜り。中心艦隊、金朝棄却、忠誠辞令、新釈創生と刻まれた銀印。さらに二人の求人を賜っている。養子の王春は管理になった。陳武は四国の乱を鎮めた後進で、永楽帝にとっての帝和のような存在だったのよ。それにしてもすごい寵愛っぷりだな。一方の延期は架空の人物だけど、この時代の宦官たちが見せたもう一つの傲慢な姿、あるいは彼らが今後に招く災いを表しているんだと思うわ。明君の宦官徴用が後世に残すか今か。雲行きが怪しくなってきたのう。さらに仙徳帝は僧侶にも優しかった。おう。大祖も永楽帝も後期帝も仏教大好きなんだけど、まだ抑制してきた方だった。仙徳帝は永楽帝の仏教振興政策を受け継いで、仏教を支援した。そうか。主戦記の先生の中に楊崇光もいたっけ。仙徳年間、皇帝は僧院を建設し続けた。皇帝と皇子たちによって、都に新しく一つ、再建六つ、修復三つの合計九つの仏教寺院が建てられたという。以降、皇帝や妃が多くの仏教寺院を北京に建てるようになった。南京の東塔も着工したのは永楽帝だが、帝和に命じて完成させたのは仙徳帝だったよな。そうだった。もちろん僧侶の数も増えるわね。仙徳帝の治世の末期には、都の僧院に住む僧の数はピークに達していた。仙徳帝、パリピ仏教徒だったのか。パリピ仏教徒とは、仏教に深く傾倒し、寺院の建築や構想を招いてのパーティーに多額の国庫をつぎ込んで、派手に豪遊してしまう皇帝たちのことで、当チャンネル独自の用語である。例として北魏の霊太公、南朝陽の武帝、唐の位相などがいる。こういう君主が必ずしもいい君主でないことは、本チャンネルでも数多く見てきた通りだ。亡国の君主がいっぱいいますよねー。それでも、経済や国力が上り調子な時は問題にならないのよ。仙徳帝の場合はそうだった。仙徳帝の時代ってバブルだったんだー。黄金期の去った後、子孫たちが尻拭いに苦労することになるんだがな。仙徳帝の民力休養政策によって経済はかつてないほど発展し、民衆の生活水準は大幅に向上した。国民は平和と幸福を享受して、様々な娯楽が生まれた。でも、それだけに日々の生活に余裕のできた民衆の間では、皇帝のゴシップが瞬時に広がったのよ。前回の離婚騒動で民衆の同情が個人賞に集まり、逆に孫皇后の悪評が拡散したのも、言ってしまえば世の中が平和で豊かで、民衆が暇だったからだな。なるほど、そっかー。三国志演義、西遊記、水滸伝、金瓶梅、黄楼夢。これらの通俗小説、特にいわゆる三大奇書が現在の形にまとまったのも、事実上明代だからな。仙徳帝の離婚騒動やら、孫皇后が他の妃の子供を奪った疑惑やら、当時でも格好の小説ネタだったのだろうて。創作文化が花開いて同人誌がいっぱい出たわけですね。平和って素晴らしい。そうだね。仙徳帝自身もこの平和と豊かさを享受していた。まず、皇帝自身がこの時代の神絵師だったのよ。マジか、神絵師きたー。神絵師やめー。水墨画においては、壮大最高の芸術家の一人と言われる奇想皇帝に匹敵する腕を持っていた。今でも多くの絵が残されているのよ。皇帝としての奇想は亡国を招いたし、暗君の部類に入るんだぞ。ま、近年その評価も変わってきているがな。さらに仙徳帝には、コオロギを飼って戦わせる趣味があった。頭質というのは、重量別に2匹のオスのコオロギを戦わせ、一秋かけて最強のチャンピオンを決める遊戯ね。唐の時代にはすでにその記録が残っている。仙徳帝は強いコオロギを求め、時折人を使わして民間からコオロギを飼うこともあった。この皇帝の道楽に関する噂もあっという間に天下に広がり、太平天使とか、コオロギ皇帝とか揶揄されているわね。
強いコオロギの価値は上がり、各地でコオロギを狩る人が増えた。ポケモンかよ。目指せ。コオロギマスターとか各地でやってたわけだ。唐の時代からあったのなら、奇想君とか超好きそう。仙徳帝も大人なのに男子っていつまで経ってもそういうの好きだよねー。そういう人の娯楽って今も昔もあまり変わらないのね。仙徳帝の娯楽に対するこだわりは、閣僚たちからも心配され、嘆願書が提出された。ところが皇帝はそれらを無視し、忠告した者たちを罰した。はぁ、あ、吉野鎮左は、狩猟や遊戯への没頭をいさめる文書を提出した。ところが仙徳帝は鎮左とその家族を逮捕、投獄するよう命じ、彼の父親は獄中で死亡したという。それはなんか矛盾してない？これまで解説されてきた優しい仙徳帝のイメージと全く違うんだけど。そうよね。平和で豊かな時代だったからこそ、離婚騒動をはじめ、仙徳帝には色々なスキャンダルがついて回った。信頼の司書や文学作品ではさらにそれらが誇張された。仙徳帝が議場をめぐって管理と争ったり、第二尾役を作らせようとして断られたため牢に入れたり、コオロギバトルに入れ込んだせいで庶民の生活が崩壊したりする、そんな物語が面白おかしく語られた。こういう話だと仙徳帝は、欲望にまみれた残忍なアン君のように描かれてるのよね。それは当時の薄い本でしょ。逆に言えば、皇帝が自分への悪口を抑えず、言いたいことが言える世の中だったということかもしれないじゃない？イケメン皇帝絡みだから何でもかんでも好意的に見たくなっとるようだが、仙徳帝にも永楽帝譲りの暗黒面が垣間見えるのはこれまで見てきた通りだし、何らかの事実があったんじゃないか？理事弁を問答無用に殺そうとしたこともあったじゃないか。そりゃそうですけど。皇后、御前章が廃されたのは、仙徳帝の行き過ぎた道楽をいさめたことが原因だという説もある。マジで？あんたまたコオロギバトルばっかりして、勉強しなさい。って。おかんにゲーム機を取り上げられる小学生みたいだのう。噂の真相はわからないけど、仙徳帝は38歳で亡くなってしまうの。その治世は10年と短いものだった。10年か。即位10ヶ月で急死したお父さんよりは長いけど、40足らずで亡くなるって早すぎだよね。死因は何だったの？よくわからないわね。ただ、倒れてから亡くなるまでわずか3日の出来事だった。で、ここからは推測なんだけど、この仙徳帝の肖像画、どう思う？ドラマとは違ってイケメンとは言い難いな。随分太ってて顔色悪いよね。なんか肌が黒ずんでる。南京から北京まで爆走した文武両道の人物とは思えない。前から思うけど、この肖像画間違ってない？本物だとしたら？太平の世になり、仙徳帝も美食にふけり道楽に溺れ、そして、アラフォーになるとブクブク太ってしまい、お父さんの後期帝に似てしまった。ガーン、お父さんの遺伝子が。そして何らかの成人病で亡くなってしまった。顔色の変化もその予兆ってわけ。観光編とか可能。そういえば、メイ君と言われた親父の方も自分自身の欲望にはとことん打ち勝てなかったよな。表に出た欲望の対象がコオロギバトルというだけで、仙徳帝の場合も同じなのかもしれん。うわぁ。メイ君、イケメンのメイ君は一体どこにいるの？史実にそんなもの求めるのが鼻から間違ってると思うぞ。ぐぬぬぬぬ。諦めないわよ。次行こう。次の皇帝。ではまた次回。